どうもいらっしゃいませ、プーマです。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画なんですけれども、西武純正投手陣リアル起動まとめ。はい、ということで、そろそろダルビッシュチャレンジカップも近づいてきましたので、今日の動画では西武純正投手陣のリアル起動のまとめ、これをやっていきたいなと思います。今回のね、大会はリアル起動での開催ということになりますので、いつも使わないような選手もワンチャンね、使える可能性あるんじゃないかなと思ってます。正直まだ自分も投手陣どうしていくかなんとなくしか決めれてないんですよね。で、結構悩んでますというところもあるので、自分用のまとめも兼ねて大量に西武純正のリアル起動の吸収まとめていきたいなと思います。そして今日紹介していく選手が、まず2022シリーズ1からは今井選手、久門選手、隅田選手、平選手、高橋光成選手、西口選手、増田選手、そして2021年シリーズ2から伊能選手、菊池雄星選手、デニー選手、小亀選手、松本選手、渡辺選手、そして2021年シリーズ1からギャレット選手、ニール選手、平井選手、松坂選手、森脇選手、吉川選手、浜谷選手で、あとは2020年シリーズ2以前の選手として伊藤翔選手、小川選手、榎田選手紹介していきたいと思います。ちなみに今日紹介する選手は自分が持っている選手を紹介していくので、一部ね、漏れている選手がいるかもしれません。あと今回は投手目線の変化量をまとめていきますので、この2点についてはあらかじめね、ご了承いただければと思います。ということで、数も多いので早速いきたいと思います。本編どうぞ。さあ、行くぞ。はい、そしたらね、早速紹介していきたいと思います。最初は今井選手ですね。で、最初に注意点なんですけど、こういう風に変化量出ると思うんですけど、この変化量は通常の場合とリアル起動変化は変わりません。終点が変わらないイメージですね。なので終点が同じになるというイメージで配球していくっていうのは結構大事になると思います。じゃあその前提の上で一個ずつ見ていきましょう。じゃあまずはストレート、こんな感じに曲がります。結構変な曲がり方しますね。こういう感じで、こうちょっと下に、右下に曲がる感じです。じゃあ次スライダー、結構いい曲がりしますね。まあ、キレも B なので、まあまあまあいい曲がり方するんじゃないかなって感じはしますね。そしてカーブ、これはちょっと普段よりは変化量多く見えるかなっていうところですね。で、そして縦スライダー、結構これもね、若干左に曲がるんですよね、縦スラは。そしてサークルチェンジで、投げ分けできますね。これはこれが結構ね、リアル起動カップだと買いどころ大事なんじゃないかなと思ってます。まあ、結構ね、このサークルチェンジ大事そうですよね。落ち方が独特なので、シンカー系の変化球、これは大事そうかなという印象があります。はい、そしたら次はクモンさん行きたいと思います。で、クモンさんは3球種なので、そんなに正直リアル起動カップだとどうなんだろうって気はしますが、見ていきましょう。さあ、まずはストレートから、球威が C なので、まあ、そこそこ伸びるかなといった感じです。そして高速スライダー、これ結構いい感じですね。そしてシュートと。うん、シュートがちょっとね、なんか正直ランク戦とか、超高速普通の大会の方がクモンさんは強いんじゃないかなって感じはします。あ、そしたら一応ね、クモンさん超タイピンついてるので、超タイピンある場も見ていきましょう。で、この場合は、球威が S になります。高速スライダー。結構曲がりますね。そしてシュート、球威が D ですね。うん、ちょっと変化量出てくるかなってところです。で、ストレートが球威ミニ A なんですよ。なので、まあ、少し伸びが出てくるかなといった具合です。まあ、ストレートは若干通常よりもいいかもしれないですけど、まあ、ただどうなんでしょうね。なかなか難しいとこがあるかなと気はします。はい、じゃあ次、隅田選手見ていきましょう。で、隅田選手変化球多彩ですね。結構良さそうな感じはします。じゃあまずストレートから。で、球威 D なのでそんなに伸びてこないですね。じゃあ次、ツーシーム。で、このツーシームはいつもより落ちますね。まあ、なので、普段よりは使えるんじゃないかなって気はします。さあ、そしてスローサークルチェンジ。うん、やっぱこれ、使いどころ大事そうですよね、使う場合は。まあ、こういう風に投げ分けもできるので、良さそうな気がします。そしてスプリット。スプリットはそこそこ落ちるので、まあ、スプリット、サークルチェンジあたりは大事そうかなという気はしますね。で、次、カーブですね。カーブは、こんな感じの変化です。あんまり普段と変わらないかな。そしてスライダー、まあこれは多分変化がだいぶ変わると思います。そしてカット、うん、で結構曲がり方が似た感じがあるので、まあ、スラカットもしかしたらいけるかもしれないですね。はい、次は平選手です。平選手も球種そこそこあります。じゃあ見ていきましょう。ストレートから、ストレート球威 A なのでだいぶ伸びてきます。結構使えそうですね。次カットボール、結構やっぱ球威が高いので結構グイッと曲がるかなといったぐらいです。そしてスライダー、うん、結構良さそうですね。スラカット大事そうな感じはします。そしてカーブ、カーブも正直そんなに変わらないですね、普段と。
でチェンジアップで、これが多分一番特徴的です。結構変な曲がり方しますよね。なのでこのチェンジアップは大事な可能性あるんじゃないかなという気はします。でそしてシュートですね。シュートがこんな感じで、チェンジアップシュート使い分け意外とできるのかな、どうなんだろう、わかんないですけど、まあ、ちょっとやってみる価値はありそうですよね。はい、じゃあ平さんタイピン出てる場面見ていきましょう。で1個ずつ球威上がるのでストレート実質 S になります。結構いいと思いますね。だいぶ伸びてくるのでストレート良さそうですよね。さあそして次スライダーです。でさっきよりも変化量上がりますね。やっぱでカットも同じような感じで使い分けできそうです。で次カーブです。でカーブも少し変化は出てくるけど、まあそんなに通常と変わらないかな。そしてチェンジアップ、これが多分一番特徴的だと思うので使いどころ大事そうですね。そしてシュート、まあタイピン出ると全体的に平さんは強そうな感じしますね。はい、次は高橋コナさん見ていきましょう。球種がこんな感じですね。じゃあまずストレートから、まあ、ストレートそんな伸びないですね。じゃあ次カットボール、まあ、カットは良さげですね。はい、じゃあ次はスライダーいきましょう。うん、良さそうですね。スラカット超高速ですし、そこそこ使いどころはありそう。じゃあカーブです。まあそんなに変哲もない、特に変哲もないカーブですね。じゃあスプリット、これが多分いいんじゃないかな。リアル軌道だと結構曲がりが急だと思うので。そして縦スライダーです。あ、ただ普段みたいなランク戦の時みたいなスプリット縦スラの使い分けはちょっとできなさそうな感じがする。はい、そしたらタイピン出てる場面見ていきましょう。じゃあストレートから、少し球威が上がってるので伸びがありますね。そしてカットボール、若干変化量がきます。そしてスライダーと、良さそうですね。スライダーもだいぶ良さそうな感じ。じゃあ次カーブです。そしてスプリット、スプリットは球威が A ですね。だいぶ曲がります。そして縦スライダーも球威が A です。結構落ちますね。まあ、なのでこのスプリット縦スラスラカットが大事になるっていうのは普段のランク戦とかと変わらないかなっていう印象です。はい、じゃあ次は西口さんです。見ていきましょう。ストレート B ですね。結構いいですね。そしてスライダーで、これがやっぱ特徴的ですよね。強いで、小さい方のスライダー見ていきましょう。うん、ちょっとやっぱなんだろうな、ふわっとする感じ、浮く感じはあると思うので多少差はあると思いますね。まあ、とは言っても超高速なので強そうな感じはします。そしてチェンジアップ、まあ正直そんな普段と変わらないです。でフォークです。でフォークは普段よりも落ち幅大きいので、まあ、使いようはあるのかなっていう感じはします。はい、そしたらタイピン出てる場面見ていきましょう。で球威が1段階ずつ上がるのでストレートが A になります。でリアル軌道だとね、西口さんストレートいきそうですね。結構、そしてスライダーも変化量プラス1の球威 A と強そうですね。でそして小さいスライダー、こんな感じの投球ができますと。はい、そしてチェンジアップがこんな感じです。まあうん、そんなに使いどころはないかな。そしてフォーク、でフォークが多分使いどころはありそうな気がする。良さそうですね。やっぱ西口さんタイピン出ると、まあ、リアル軌道であろうがなかろうが超高速なんで強そうな感じはしますよね。はい、そしたら次マスラさん見ていきましょう。ストレートからいきます。マスラですね。いや結構いい曲がりしますよね。これ強いんじゃないかな結構。じゃあ次高速スライダーで、結構いい曲がりしますよね。そして縦カーブ、あんまりこれは変わんないかな普段と、大して変わりありませんね。そしてフォーク、結構落ちますね。まあ、なので、結構、マスラさんは普段のランク戦とかよりもやれそうな気がしますね。そして縦スライダーです。はい、そしたらタイピン出ている場面見ていきましょう。ストレートから。で、これが多分強いですね。さっきよりもキレが上がっているように見えるので、だいぶ使いようがありそうな感じがする。そしたらスライダーですね。あ、これもさっきよりはいいかな。そしてカーブ。そしてフォーク。フォークはやっぱタイピン出てると強そうですよね。で縦スライダー、結構さっきよりも曲がるので、まあ、マスラさんはねリアル軌道だと輝ける可能性あるかななんて思ってます。まあもともとね西武純正だと強い方のピッチャーではありますけど。はい、じゃあ次なおさんいきましょう。じゃあまずストレートから良さそうですね。そしてシュート、これは結構いいんじゃないかという気がするけどどうなんでしょうね。そしてスライダー、うん、どうなんだろう、普段のランク戦の時みたいにスライダーとシュート紛らわしくできるのかどうかっていうのが正直未知数なので、まあ、何とも言えないところはありますね。
はい、そしたらタイピング出てる場面見ていきましょう。じゃあまずストレートから。ストレートは球威が実質 B です。結構伸びますね。そしてシュートが変化量マックスの球威 S と、だいぶ曲がります。結構外からも入ってくるように見えると思うので、で急な変化の仕方をするので結構紛らわしいかなと思います。そして高速スライダー、こんな感じです。どうなんでしょうね。正直通常の超高速の大会の方が稲尾さんは輝きそうな感がある。はい、じゃあ次はね、菊池雄星さん行きたいと思います。で菊池雄星さんはね、球威高いので多分強いと思います。じゃあストレートから。いや、いいね、伸びる伸びる。いや絶対強いよ菊池さんは。じゃあスライダー行きましょう。いや、これいいよな。あの、ね、リアル軌道は絶対にこの球威高いの強いと思うんですよね。で OG カーブ行きましょう。じゃあ次フォーク行きましょう。フォークはね、普段よりも強いんじゃないかなというふうに思ってます。そしてサークルチェンジ、これがだいぶ気持ち悪い曲がり方するので結構いいかなという気がします。なので、まあこうストレート中心の配球がいいのかな。結構伸びるので、まあストレートやらフォークやらサークルチェンジ、この辺はね使えてきそうなのかなっていう感じはしてますね。良さそうですね。はい、じゃあ次デニーさん行きましょう。じゃあこんな感じです。ストレート、ストレートだいぶ良さそうね。じゃあ次スライダー行きましょう。スライダーはまあさっき今まで見てる来てるのと同じような感じです。そしてカーブ、デニーさんは結構カーブの使いどころ大事だと思うんで、まあカーブは重要そうな気がします。そしてシンカー、シンカーはね無難に使い勝手良さそうだね。はい、じゃあタイピン出てる場面見ていきましょう。でストレートが実質 S ですね。超タイピンなのでだいぶ伸びますね。これ強えぞ。デニー強いかもしんないな。そしてスライダーが A ですね。球威 A の変化量6と、だいぶ曲がる。そしてカーブが変化量5の球威 A と、そしてシンカーも落ちるようになります。いや、デニーさんはねこれリアル軌道かなり輝くかもしんないね。強そう。はい、じゃあ次トガメさん行きましょう。じゃあまずストレートから。横手投げなので若干独特な変化するかなと思ったんですけど、意外としないですね。じゃあ次カット、どうなんだろう、なんとも言えんな。次スライダー、スライダーカットはまあ無難に使えるのかな。じゃあスローカーブいきます。トガメさんはスローカーブ結構ね効くとこあると思うんで使えそうですね。そしてフォーク、でフォークもだいぶ曲がるので普段よりは、まあ、使いどころはないわけではないかなと。はい、じゃあシンカー行きましょう。高速シンカーはこんな感じ。まあ結構落ちるので、まあランク戦とかよりは強いのかなーって感じはするかな。そしてシュートがこんな感じと、まあ、なのでシンカー主体、フォークシンカーが多分大事になりそうな雰囲気がする。はい、じゃあ次松本渡さんです。行きましょう。ストレート B なので結構伸びますね。ストレート良さそう。でカットボール、まあ悪くないね。じゃあ次スローカーブです。これは普段と変わらない使用感です。で次スプリットです。これはねいつもよりも変化量多いですね。そして縦スライダー、そしてスライダーと、で一番特徴的なツーシームですね。まあ普段とそこまで使用感は変わらないかなというような印象ですね。はい、そしたらタイピンの場面見ていきましょう。じゃあまずストレートから。ストレートは変化量球威が A になるのでそこそこ伸びます。で次カットですね。これも B なのでまあ弱くはないですね全然。そしてスローカーブと、あスローカーブは本当にいつも通りで、スプリット、これも球威が B です。なのでまあタイピン出るとやっぱ強いと思いますね。じゃあ縦スラがこんな感じ、まあ悪くはないかな。はい、じゃあ次はスライダーです。まあさっきよりは変化量出てきますね。そして一番大事なツーシーム、あやっぱツーシームは強いね。クイッと曲がるんで、まあこれ中心でしょうね結局。あとはスプリット投げながらみたいなところでしょうか。はい、じゃあ次はナビユー行きましょう。まあ球種はね松本渡さんっぽい感じかな。こんな感じです。じゃあ行きましょう。ストレートから。あちょっと球威がね高くないのでどうなんだろうね、伸びがちょっと低いかな。そしてカットボール、まあカットボールは使いどこ大事そうだよね。じゃあ次縦カーブです。そしてスプリット、まあこれは普段よりも落ちますね。そして縦スライダーがこんな感じ。まあナベユーはねちょっと球威低いのが難点な気がしてきますねこれ見てると。そしてツーシーム、まあツーシームは良さそうね。なのでスプリット、ツーシーム、カット、この辺りが中心になってくるかな。はい、じゃあそしたらタイピン出てる場面見ていきましょう。じゃあまずはストレートから。
さっきよりは伸びあるね。すごい強いわけではないけど。そしてカットボール。カットはだいぶ曲がるので良さそうです。じゃあ次、カーブ見ていきましょう。こんな感じ。まあそこそこ曲がるかな。そしてスプリット。あ、スプリット良さそうだね。やっぱスプリット中心になりそうな気がする。そして縦スライダーがこんな感じ。悪くはないかな。そして本命のツーシームがこんな感じです。あ、ツーシーム良さそうね。なのでスプリット、カット、ツーシーム、このあたりが中心の配球になってくるのかなっていう具合かな、ナベユーは。はい、じゃあ次、ギャレットさん行きましょう。まあ、もうね、ギャレットは多分ね、ほっといても強いと思うんだけど、まあ見ていきましょう。そしてストレートからじゃあ。いや、絶対伸びがいい。強い。絶対強い、ギャレット。じゃあ次はカットボール。そしてナックルカーブ。あ、ナックルカーブはね、ランク戦だと強いんだけど、リアル軌道だとそんなにランク戦とかと変化量変わらないので、まあ、実際どうなんだろうって感じはしますね。まあ強いんだけどね、普通に。じゃあ次スプリット。これが強い。あの、ギャレットは多分普段よりもスプリット割合高めた方がいいかなと思ってます。そしてツーシーム。めっちゃ曲がる。ギャレットはね、まあ無難に強そうですよね、これ見てると。はい、次はニールさんです。見ていきましょう。まあ特徴的な球種はやっぱツーシームですね。じゃあまずはストレートから。ちょっとなんかね、伸びてこないんで打ちづらいのかもしれない、もしかしたら。そして高速スライダー。まあ、これは普通ですね。で、ナックルカーブと。で、そしてツーシーム。これがね、一番強いと思います。ニールさんはね、リアル軌道の方が輝くかなと思いますね。今見てもらったら分かる通り、だいぶ変態的な軌道しているので、まあ、ニールさんは強いかもしれない。で、そしてカットボール。で、ラストがサークルチェンジです。で、落ちますね。いや、ニールはツーシームサークルチェンジっていう、だいぶ変化、分かりやすく変わる球種持ってるので、ちょっとね、リアル軌道大会輝く可能性あると思いますね。普段以上に。まあ、もともとね、西武純正の中だと強い方のピッチャーなんですけどね。はい、じゃあ次はね、平井さん行きたいと思います。去年のシリワンのものですね。じゃあ、行きましょう。で、平井さんはね、サイドなんで強いと思うんだよな。で、ストレートこんな感じ。まあ、普通ですね。そして、スライダー。スライダーがやっぱ曲がるね。西口さんみたいな感じかな。そして、カットボールがこんな感じ。で、フォーク。で、フォークがやっぱ変わると思うので、リアル軌道は。だいぶ強そう。で、サイドオフスローなので、ちょっと左に曲がるんですよね、フォークが。ちょっと今見てもらえばわかると思うんですけど、若干曲がるんですよ、左側に。なので、少し特徴的なフォークしてると思います。で、次、シンカーです。で、シンカーもやっぱり曲がり方がね、独特なので、まあ、平井さんは強いんじゃないかな。リアル軌道だと強い気がする。そして、シュート。あ、平井さんはね、もともとランク戦とかでもすごく強いピッチャーだと思うんですけど、西武純正だと。まあ、普段以上に強いんじゃないかなと思いますね。そして、まあ、こんな感じでフォーク投げてみたりとか。まあ、特徴的な球種多いと思いますね。はい、じゃあタイピンの場面見ていきましょう。まずはストレートから。いいね。そしてスライダーと変化量がね、上がっていくので結構良さそうな気がします。そしてカットボール。で、フォークですね。フォークも球威 A なので強いと思うな。そしてシンカー。シンカーも変化量が上がります。そしてシュートですね。シュートもね、変化量上がってくるので、まあ強いかなと。まあ平井さんはね、強い人、マイルドも全然。リアル軌道カップ一番マイルタイプの選手じゃないかな。まあ、普段も弱くないんだけどね。はい、次は松坂さんです。見ていきましょう。松坂さん、じゃあまずストレートから A です。A だよ。しかもジャイロボール強化入ってるんで強そうな気もする。でもどうなんだろうな。この間リアル軌道でルーム戦やった時、そんな強くなかったんですよね。結構打たれたんで、わかんない。そして高速スライダー。まあ、これはね、無難に強いと思います。これは良さそう。そして縦カーブ。これは変わらないですね、普段と。で、縦カット。で、縦カットがだいぶ落ちるんですよ、普段より。まあ、なので、これの使いどころが大事なのかなっていう印象はあります。そしてサークルチェンジ。まあ、サークルチェンジもね、良さそうですね。これは使えると思います。で、ラストがフォーク。変化量2ですが、リアル軌道なので落ちますね。まあ、なので、まあ、ストレート中心なのかな、狙い撃ちされそうな気もするんだけど、まあ、ストレートやら、スライダー、あと縦カット、フォーク、ここの使い分けが大事なのかなっていうピッチャーだと思います。はい、次、森脇さんです。行きましょう。ストレートから。まあ、ストレートは普通のストレートですね。で、カットボールと。まあ、この辺は他の選手と変わらないです。で、そしてスライダーもあると。で、一番特徴的なナックルカーブと。
まあ森脇さんはね普段は強いんですけど、まあ正直通常のタイピン出てない場合は変わらないかな。そしてフォーク、まあ、フォークは良さそうね。ちょっと、まあ、結構良さそうな気がします。はい、そしたらタイピンの場面見ていきましょう。でストレートが実質 B ですね。いや結構伸びるね、強そう。じゃあ次カットボール、いいですね。そしてスライダーと、まあ一通り必要な球種は揃ってますよね。でナックルカーブ、これがやっぱ一番強いね。変化量が6の S と、そしてフォークボール、フォークも変化量マックスになります。いいね。いや森脇さんはねやっぱタイピンありきだと思いますね。これは本当にもうランク戦とか普通の大会、超高速の大会と変わらないのかなと思います。あんまり使用感が変わらない選手ではあるのかなというところですね。じゃあ次浜谷さん行きましょう。浜谷さんはね、まあ、そろそろちょっとスプリッツ的にきつい気がするんだけど一応見ていきます。じゃあまずストレートから、まあ伸びがないね。じゃあ次スラーブ、スラーブも本当に通常と変わらない。じゃあチェンジアップ、これ本当特徴的だよね。上からも落ちないと、落ちが変わらないと。いやこれはやっぱ無難に強いのかなとは思う。さあそして浜谷さん縦スライダーもあるので縦スラこんな感じで投げ分けてきます。ただ通常のランク戦より見分けやすそうな気はする。まあ縦スラはね高めに投げなくても低めでも使えますと。であとはカーブですね。はい、そしたらじゃあ吉川さん行きましょう。じゃあまずストレートから、まああんまり伸びはありませんね。じゃあ次パワーカーブ、あこれも本当にいつもと同じです。でフォーク、これがね一番変わるかな。だいぶいつもより落ちがありますね。まあこれが強いのか弱いのかっていうと何とも言えない。正直落ちないのが強いっていうところもあるんで。じゃあ次ツーシーム、まあツーシームは無難に強そうよね。そして縦カーブと、これもあんまり変わりません。そしてチェンジアップと、もう吉川さんに関しては見てもらったら分かるんですけど、正直ランク戦とかの時と使い勝手変わらないと思います。まあ弱くはないですけどね。もちろん強い、西武純正の中だと強いピッチャーなんですけど、まあ使用感はいつもと同じなのかなっていうような印象ですね。まあ去年ね自分も使ってたんですけど吉川さん、まあ去年も同じような感じだったので、まあ普段通りの使用感でいいんじゃないかなというところです。はい、次小川さんです。じゃあまずストレートから、まあ、サイドスローなんで若干独特な感じですね。そしてスライダーいきましょう。でだいぶ曲がります。そしてスラーブ、うん、このスラーブスライダー大事そうな気がする。そしてシュートです。そして高速スクリュー、これがね一番大事だと思いますね。落ち方独特なんで意外と小川さんは強い気がしますね。スライダーも今見てもらった通りサイドなのでちょっと変な曲がり方してるんですよ。でこれにスラーブがあったりとか、あと高速スクリューもあったりするので、だいぶ使い勝手はいいんじゃないかなって気がしますね。普段より強いかな多分。さあでは伊藤さん見ていきましょう。伊藤さんはね全部球威が D です。ストレート普通、スライダーも特に変哲はありません。で縦カーブがこんな感じで、縦スライダーが普通に落ちて、でフォークが変化量1ですと。まあ伊藤さんはねフォークが普段の方が強いかな。そしてツーシームもあります。まあ無難に使えそうですねこの辺は。さあそしてタイピンの場面見ていきましょう。ストレートからいきます。球威が B に流れますね。まあ、伊藤さんはね全部タイピン発動すると球威 B なので、まあまあまあ強いと思いますよ正直。スライダーもこんな感じで、縦カーブもそこそこ曲がるんで、まあ、やっぱ使いようはありそう。変化量マイナス1されたとしても使いようがあるかなっていう印象ですね。で縦スライダーもあると、でフォークは縦スラほど変化しませんという具合です。そして一番本命ツーシーム、これはねどうなんでしょうね。思ってたほど曲がらないのかなやっぱり。まあもともと吸収が早いわけではないので、まあこのツーシームよりもスライダーやら縦スラやらこっちの方中心の配球になってきそうな気もしますね。まあ縦スラはやっぱタイピン出ると強そうですよね。いやー長かった。ラストです。えのきださんです。いきましょう。えのきださんはね無難にランク戦も強いの でストレートこんな感じで、カットもこんな感じです。そしてスライダーもありますと、スラカットできますね。でえのきださんスラーブもあるんで、まあこれは普段と変わらないですけど、まあ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 使えるのかないつも通り。でフォーク、これが一番やっぱ特徴的だよね。で変化がね若干いつもよりね落ちるのかな、落ちが早いから見分けやすいのかもしんないね。そしてサークルチェンジ、
まあ、サークルチェンジは普段よりも使えそう。そしてシュートと。こんな感じになってます。さあ、そしたらタイピンの場面見ていきましょう。超タイピンなので2段階球威が上がります。じゃあストレートから。だいぶ伸びますね。じゃあ次はカットです。カットは球威が S です。だいぶいいね。そしてスライダーと。スライダーも曲がりますね。使えそう。そしてスラーブ。スラーブはいつも通りな感じかな。そしてフォークと。あ、フォークはほんと失投させた方が強い気がする。そしてサークルチェンジ。サークルチェンジ良さそうだね。ラストがシュートです。こんな感じ。良さそうね。まあ、榎田さんはまあ、スラカットもあるし、まあ、いつも通りとそこまで使い勝手変わらないような気がしますね。はい、そしたらここまで西武純正のピッチャーのリアル軌道の球種まとめてみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、個人的にまとめてみた感想としては、まあ、全体的に球威高い選手は結構、こう参る可能性あるんじゃないかなというふうに感じました。まあ、例えば菊池雄星さんとかね。まあ、あとね、個人的にちょっと楽しみなのはデニーさん。結構強そうな気がします。まあ、ちょっとね、自分もまた大会始まったら試合はこなしていって動画も出そうかなと思っているので、まあ、そのあたりもね、情報を見せていければいいかなというふうに思います。はい、ということで、今日の動画は以上となります。まあ、ちょっと今日はね、長丁場になってしまいましたが、もしよろしければチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。